るぞ。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。とにかくこっちのことは心配無用だ。逃げ切ることだけ考えてくれ。それにしてもさっき大勢の客の上であえて姿を晒したのはうまい労働だった。さすがはチョーカーだ。あそこだ。ともかく走って。敵の目がチョーカーに集まって、みんな大丈夫。やっちゃってジョーカー。戦力比較問題なし。ジョーカー、そのままおっしゃって。いただいていく。ヤンズだ。他のみんなは女性の分。エルソナ。リールートだぞ。忘れるな。ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ妙な反応の正体。借りを作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ、先輩。敵、反応減ってるけど、あいつは。一緒に戦うの久しぶりですね。
今度は私が先輩を助ける番です。さあ勝ちましょう。やってやる。奪え。これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。言ってください。その方が見つかりにくいですし、回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。よし行くぞ。一匹じゃない。見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは。そういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまでしてくれるね。もちゃなんだから。ったく。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現任、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？聞かれたら答えろと言ってるだろ！異謀に脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。
本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は。地検特捜部の新島です。検察。いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。
目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。ドアが閉まります。ご注意ください。
スがお客を乗せたまんま逆走ですからね。公共の交通機関なのに。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、たては真珠の養殖に使う貝の名前と、あ、そうか、今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。さくら宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったらお前がね。聞いてるか、うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか、ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。ね、前歴がついたお前はあれて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。お前な、保護観察期間だよ。来年の春までだったよな。だから1年の約束なんだろ。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ、先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。
ゅう。あら、ふざけやがって。いいだ、やめてください。取らせやがって。俺に迷惑かけられる身分か？ん？警察を呼びますよ。うん、呼んでみろ。警察なんて俺の犬だ。相手にもされないだろう。やめて。誰か通報しやがったか。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだよ。伏せろ、ガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ、私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない。お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生、それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。断らなかったな。結構、それで十分だ。お前の更生の奇跡拝見させてもらおうとしよう。
ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。